中国新聞の新谷です。はい、国民保健康保険の公費化の提言についてお伺いします。最近紙面でも広島市の健康保険料が計算方式を上げて、まあ、すごく大幅に上がった世帯が多くあり、市に1万5000件程度苦情が殺到したという件がありました。これについてもどう受け止めてらっしゃって、例えばこの提言によって何かこの辺りも変わることがあるんでしょうか。それにその緩和措置に一般財源を充てるという話も出ております。このようなことを解決策などがあるんでしょうか。それとあと反対に今県内同一となると安いところが一気に跳ね上がるところも出てくると思うんですが、それについてはどのように説明というか対処されるおつもりでしょうか。はい、今の広島市のような課題も含めてですね、統一保険料をどうしていくかっていうのを県で決めていくということになります。でその過程で、もちろんその保険料の水準がどうなるかということによっては今の最低、現在の県の最低ラインに合うということはなかなか想定がしにくいですから、保険料が上がるということがあるというふうに思いますけれども、それについては当然、その経過措置というものをですね、考えていく必要があろうかというふうに考えています。その具体的な方策ではなくて課題を含めて検討されていくということですか。具体的にどういう保険料にしていくかとか、その設定方法について、現在、その詳細を決めているわけではありませんので、まずですね、大きな枠を決定した上で、その中での具体的な議論というのはこれからということに、これからというかですね、制度が決まってからということになるかと思います。すいません、もう一点、繰り返しになるかもしれないんですけれど、あえてその全国でも一番最初にこういう提言を出されるということについての意義をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。はい、まずですね、重要なことはこの国保については構造的にこの今なかなか実態として成立をしていないという財政状況があります。でそれについてはですね、これはもう構造問題なので、この国民皆保険を全体のこの設計の中でですね、国がきちんとこの財政措置を図っていくということがまず重要だと思います。で、それが大前提になるということですね。でそれを国に求めていくということが我々としては必要で、で保険事業としてはですね、スケールメリットを聞かせて、また事務の効率化を図ったりであるとか、あるいは今のような形でその、地域医療体制と保険料をなどですね、その住民負担の在り方を、一体的に検討することができるとか、保険料を平準化して、公平の確保ができるとか、そういうことが挙げられるわけですけれども、それを行うにはですね、その、公費化ということは有効だということは、我々も考えているところでありますので、それを実現する、意図は我々にはありますよと。ただしそれは国として、財政措置をですね、この構造的な財政問題をきちんと解決をするということができないと、このことはまた実現をしないということをですね、改めて、国の方にですね、しっかりと認識をしていただくということで、この段階で、国にきちっとその迫っていきたいということであります。その受け入れる用意があるっていうことと同時にというか、それよりもその構造問題、その財源の措置をしっかりしてくれということを提言されるという意図であるということですか。それもないのに財政措置をしてくださいというだけ言ってもですね、なかなか進まないのかなというふうにも感じるところがありますので、要するにいたちごっこ、いやいや
広域化するなら財政考えますよっていう、今はですね、国での議論というのはどっちかというとそういうふうになってるんですね。今このなんていうか、国の方でですね、この地方6団体と、3団体か、地方3団体と、知事会、商会、町村会でですね、議論してるんですけども、その中でも財政問題については曖昧なままなわけですよ。で、いや、いや、それはで、その方やでも広域化はしてくださいっていうようなことになってて、でそのなんかこう鶏と卵のような議論をしてても拉致が開きませんので、広域化の意義があるということは我々も確かに認めるので、で、ただそれをやるのにあたってのもう必須条件としては、国がこの構造問題についてきちんと向き合ってですね、それを解決するということであるということですね。それを申し上げたいということです。だからまあ両方はあるということです。ありがとうございます。はい。他、知事の発表についての質問ありますか。では次は、患者質問に入ります。はい。先週、人口動態調査が発表されたんですけれども、広島県の全、人口減少率は全国平均より高くて、はい、中でも生産年齢人口の低下も顕著です。労働力確保という、働き手の確保という視点も含めて、その人口減対策の取り組みを教えてください。はい。もともとですね、広島未来チャレンジビジョンというのを、3年、4年前、3年前かに策定をしましたけれども、そのチャレンジビジョン自体がですね、この人口減少と生産年齢人口の減少ですね、これを大きな問題意識として捉えて、そこに対してこれからどうしていくのかということで、我々は施策をですね、打ってきております。で、それが例えばその新たな経済成長であるとかですね、あるいはそこからブレイクダウンしていった産業新成長ビジョンとかですね、そういうものになっていくわけでありますけれども、直近でいきますと、そのさらに今年度などはですね、少子化対策に踏み込んで、やってますし、これは結婚、妊娠、出産、それから子育て、それから働く女性の支援ということで、一連のですね、流れ、切り目のない政策をやるというようなことをやってますし、そういったことを含めて、仕事と子育てが両立ができて、家族が一緒に暮らしやすいというファミリーフレンドリーっていうのを打ち出してますけども、そういう環境の整備に取り組んでます。社会保険対策としてもですね、先般も、同志社大学との連携協定を結びましたけれども、就学や就職という時点で、広島県を選択してもらうようなですね、県内大学の魅力発信であるとか、UI ターンの促進ですね、これもやっております。で、これはなかなか長期的に取り組んでいかなければいけないことかなというふうに思っておりますけれども、これ先般申し上げたと思いますけれども、今年度ですね、3月4月の人口移動では平成22年度以降ずっとこの転出超過がどんどん増えていくという傾向にあったんですけれども、これは一応歯止めがかかって、今年は上昇に転じたという成果も現れてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。で、それから社会現にはその仕事、働く場っていうことがやはり重要なんで、それについてはですね、この、先ほどの新しい新産業新成長ビジョン を打ち出して、新しいクラスターの形成であるとか、あるいはその、今創業支援とかですね、そういうことをやってますけども、そういったことを通じて、その働く場の確保というのをしていきたいと思っています。で、さらにですね、やっぱり
問題の根本の一つには東京一極集中が、あるいは首都圏一極集中があるというふうに強く思ってますので、それについてはそれを是正をしていくということ、まあ、これは例えば今我々が主張してます、地方分権ですよね、特にその同種性を含めた新たな公自治体を作って思い切った分権をしていくであるとか、あるいはその広島の魅力を高めて、そういう広島ライフみたいなところに魅力を感じていただける人を呼び込んでくるっていうような施策ですよね。まあ、そういうことも進めていきたいと思います。まあ、特に東京とか首都圏と比べると、まあ、自然と都市が近いっていうようなそういう特徴もありますので、そういったところを一つの軸にして広島らしいライフスタイルですね、そこに興味してくれる人を呼び込んでいくというようなことも進めていきたいと思いますし、まあ、広島のそういうイメージを確立していくということもですね必要かなというふうに思ってます。まあ、そういう意味で、まあ、いろいろ言いましたけど、これはかなり多岐にわたることなんで、まあ、まさにそれは最終的にはチャレンジビジョンのような総合計画になっていくわけですけども、まあ、総合的な対策を引き続き、打っていきたいなというふうに思ってます。はい、この件に関して質問ある人はありますか？というようなので、質問に移ります。他に質問のある人は